ジェリーお覚悟。あ、できない。はい、こんにちは、ブルコスございます。ちょっとね、めばしっていうねものを与えてね、ちょっとね調教してやろうかなと思ったけど、さすがにちょっと難しかったんで、ね、ほらだってバイオ5とかさ、バイオ6とかだったらさ、仲間のことバコ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 って打てるじゃんか、ね、ノーダメージで。だからそういう仕様をねやりたかったんですけど、まあバイオ7のね RE エンジンになってから、そういうね、なんだろうな、特定の人物を撃つことができないっていう仕様になってしまったので、ね、まあ、残念ながらちょっとパコ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 することはできなかったんですけども、まあでも1個くらいねパキーンってさせてもよかったかもしれないけどね。まあしまったしまったしまくらちよっていう感じかな。しまってる。島木ジョージさん懐かしいな。カードキーがいる。さてと、とりあえずゲス所長が現れてきますので、ね、まあそのゲス所長ね、どんな風に言ったらいいかな。とりあえずなんかさ、あの僕コツメコさんっていう実況者さんが好きだったりするんですけど、その人がね、あのそのはずなんだけど、なんか所長とか、あれ所長じゃない、じゃない、立花長、ハゲチャビング長で G のこと社長つってたのかな。こんな状況で一人で出かけると、とりあえずあの今からあのこのゲス所長があの幼女シェリーを使って19歳の女子大生を縛り上げるという SM プレイを見ることができますので、ね、ぜひね見てて、おわを作んな今すぐ。激しいね。お縄につけシェリー、手を縛れ。手を縛 れ, 黙れ。そういうプレイがお好き。縛るんだ。うん、まあ生きているね動物とか人間とかをね剥製にするのような人間、あのタイプの人だからね、そりゃね縛ることくらい好きですわっていう、そんなところでね目がいっちゃってるもんね。犯罪者から子供を守らないとな、市民を守らないとな。シェリーおいで。何をする気？関係ない。その子に傷つけたら許さないから。本当に目がいってる。あえてその目がいってるような仕様になってるのかな。名前は。よくよく見たら。名前を言えと言ってるんだ。ネクタイが荒れてるけど。あ、金のロレックスつけてるぞ。ロレックスかどうかわかんないけど。死んでしまうぞ。わかった、行くから。あの、あ、そっか。無理か、クレアもこんな状況だから、ね、よくよく見たら左胸にさ、あのバッチっちゅうかなんか名札っていうか、なんかそんなつけ、あ、痛いの、うん、つけてるもんね。俺のやり方にいちいち口を出す。誰かっていうのが分かったら面白かったんだけどな。これでね、痛い痛いってこれを切ってさ、この時のさ、なんか所長の移動スピードめちゃくちゃ速いもんね。これ切れてさ、降りますで、うわーかっきゅーってギャーンってやってる間にさ、もう上まで行ってるもんね。多分、うん、あのクレアが通常操作で全力でダッシュしてもあの行けないようなスピードで行っちゃったから、とんでもない瞬間移動を持ってるんだな。お前が見たのは残像だみたいな、そんな感じだ。さあ、そんなアホな話はしてんと、あー意外とねここでね出てくるリッカーたちの操作っていうのはね、操作じゃないや、攻略っていうのがね結構ドキドキ怖怖って感じなんだな。まだね出てこないで、とりあえずちょっと試したいことがあって、ここでまだ電源が切れている間って、確かあのやつらって寝てるじゃないですかね、あの男女と男女でね、その おデブちゃんと肌色の悪い女性がなんかキャッキャウフフイチャイチャってやってるね、ずってその事後みたいな感じでさ、お互い寝てるじゃないですか。ほら上に乗られすぎてね果てた方と、上に乗り上で腰振りすぎて果てた方と、こいつら多分起こさないで慎重に慎重に行ったら、多分だよ、多分だけど、うん、あそこのあれもやってるからだね、うん、ほら腰振った方と腰振られた方と、こんなところでやるんだもんな。ほら鉛玉よりも肉棒の方がいいだろうっつって、そうねーって言って、あ、ひゃ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 。さあ、なんかこれ一家にやられそうな気がする、こんなアホな話してたから。アイテム欄は大丈夫かな、大丈夫、4つまでやっちゃうよし。じゃあ、慎重に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 、めっちゃ食ってんだよな、美味しいのかなワンちゃんって。あれ危な、多分止まってたら
アウトだった気がするから進んだ。ここがちょっとドキドキするんだよな。よし、あぶね、後ろに詰まってた。セブリクルーなんちゃらっちゅうやつ。あぶね、あぶね。よし、レッドハーブで、これはまあ最後アイテムが枯渇、あのアイテム欄が枯渇しそうになったら組み合わせれば OK だから。はい、おはよう。こいつが万引き犯か。あれ、首打っちゃった。頭じゃなかった。あれ、ちょっと意外と強い、意外と強い。あれ、ちょっと待って、意外と強いぞ。くそ、あやばい、ちょっと待って。あ、こっこくっそ、弾の補充、あともう一発撃ってからすればよかったな。しまった、こんなところでダンジャーになるつもりはなかったんですよ。はい、おやすみ。生きてる、そもったいねえ。アイテム使いたくなかった。ほら、生きてんのか。起きろ、寝てるか、にゃろ。特になし。いや、分かってんだけど、なんかこうちょっとあのボケてみたかった。はい、じゃあオープンザウィンドウ、寝てるんザウィンドウ。オッケー、ここまで行けたら、大丈夫かな。はい、鍵ちょうだい、鍵。はい、じゃあわーっ、はい、もう君は用なしだよ。あれ、あ、ね、寝っぱなしになってんじゃん。あれ、起きない。まあ、いいけどさ。よし、じゃあ戻って。確かここでもさ、一回こいつ向かってくるんじゃなかったっけな。気づいたらさ、え、そんなとこにワンちゃんいたって覚えてねえわ。え、キャフ、だよね。じゃあもういいや。はい、オッケーオッケー。ガー、すごいよね、壁越しにさ。おうおうおお、あ、右下のあの小さい穴からもなんか出てた、見えた。いない？あー、いた。お尻プリ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 ケツケ。リッカーの行為が見れそうだな。これは今バレてないよね。オッケー。あの距離で気づかれないって、それ助かるよね。さて、ただ問題は次なんだ。こっちにいるんだよね。これ真下通ってもバレない？大丈夫？じわ。大丈夫だよね。あ、ちょっとそんなアクロバットな移動の仕方は聞いてないぞ。で、ちょっと待って。ですよね、痛い。もう一撃くらいだったら、もういいよ。はい、次行こう。くっそ、とりあえずハンドガン13発だけちょっと儲けもんだ。ビビッ、あー、無駄にダメージ受けた、悔しい。今のガチャでね、うまくいけるかなと思ったけどいけなかったんで、もういいや。さっきのやつこっちから来たけど。はい、地図だけ取っといて、何やろうかっていうと、もうあの次のね、進むキーアイテムだけ手に入れたら一旦このパートはね終了としたいというふうに考えてます。最近短いパート続いてごめんなさいね。あの、まあ、長い時は長い、まあ、20分とかにそのくらいやろうと思ってるんですけどね。まあ一貫性ちょっと、まあ収録環境が収録環境なんで、ちょっと細かく区切って、別にパート稼ぎたいとかそういうのじゃなくて、ちょっと収録環境区切っとかないと、なんか下手に長くやっちゃって、ね、あの子供とかが泣いた時にすぐパパって駆けつけられなくなっちゃうんで、とりあえず短くちょっとさせてもらってるんですけど、まあその後にな、長くね、皆さんにね、ゲーム楽しみいただけてるかなというふうに思いますんで、そこはちょっとすいません、収録環境上ご了承いただけたらと思います。お前な、そんな子供が泣くんだったらさ、そんなこと、そんな時間にゲームなんかやってないです。子供のためになんか一緒に添い寝してあげろよとかって思うんですけどね。まあそりゃ自分だって自由な時間欲しいっすよ。日中は拘束されね、夜はね、妻とちょっとした夫婦の時間を取りの
あ、これに関してはのエロい意味じゃないよ。普通の夫婦のね会話は、あの今後保育園どうするとかそんな話をしてるんですけどね、最近とか、うん、そんなところですよ。これなんか前回の表編の時に読んだ記憶がなかった。そんなあったっけ、ね、いい加減にしろってめっちゃ怒られてるやん、WB。 手をしまっとかないと。そうなんですよ、今パンパンだから、パンパンだからね。よし、これも普通に預けて、これサプレッサー、サプレッサー、まあちょっといけるとか一旦組み合わせはしとくか。ほい、でもう、鍵はあれで無理で、回復アイテムはできれば救急スプレーがあればいいんだけど、救急スプレーがないの。あれ意外とアイテムが、アイテム少ない。そんなことねえべやな。まあいいや。ああそうだ、豚、メス、違う、豚じゃないの。22歳でしょ、市長の娘。豚って言うね、豚って22年生きる。焦点そこじゃないけどさ、まあいいや。はい、でくる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 ちょっとさせてもらって、じゃあこのアイテムを回収することができたんで、一旦ねここで、区切りたいというふうに思います。相変わらずの登壇いいね。じゃあ不要なアイテムを預けてしまって、この辺りでね終了とさせていただきたいというふうに思います。ね本当にね動画短いんですけれども、まあねちょっと長くまたできればなというふうに思ってますんで、まあ次回パートもねぜひお楽しみいただけたらというふうに思います。ということでね、本日も最後まで所長室ツアーを今やりながらですが、本パートはね以上とさせていただきたいと思います。ということでぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンで応援もよろしくお願いします。ということでね、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。もうちょっとだけツアーやろうか。まあいいか、はい。